モハメド・シアド・バーレ、モハメド・シアド・バーレ、モハメット・サイアド・バー、ソマリ語、マック・スマド・シアード・バー、1919年10月6日から1995年1月2日は、ソマリアの政治家、軍人、第3代大,大統領、第13代アフリカ統一機構議長、1969年に、クーデターでシェルマルケを打倒し大統領に就任したが、 1991年に反政府勢力統一ソマリ会議に政権を打倒されナイジェリアのラゴスに亡命。1995年に死去。ライバルのエチオピアのメンギスツハイレマリアムと同様の社会主義を掲げる軍事政権だったがエチオピアとのオガデン戦争を契機に独裁色を強めた。シアド・バーレは1919 19年に エチオピア帝国のオガデン地方にあるシラボという町で生まれたとされる。ダロット族の氏族の一つであるマレハン族の生まれ、6人指定の末っ子、長男。父は彼が6歳の時に他界したが100頭以上のラクダを保有するかなり裕福な一家であったとされる。16歳で当時のソマリアを植民地支配していたイタリア軍に入隊。 軍人としては優秀な人材であり、イタリアの植民地軍組織の中で、現地出身者が上り得る、最高位に上り詰め、さらに1953年にはイタリアでの士官、訓練コースに選抜されている。コースの最終試験は、主席で、その時点で注意に任せられた。シアドバーレは、ソマリア独立後には司令官となることを希望してたが、独立時には果たせず、 1965年にやっとソマリア陸軍司令官に就任した。この時点で階級は順調であった。1960年に独立しソマリア共和国となってからのソマリアはこれまでの歴史の中で唯一民主主義的な政治体制をとっていた。しかしソマリアでは政党政治の中に士族関係が色濃く反映されるとになり、 その結果として、氏族や血族集団にまで細分化された60を超える少数政党乱立の状況が続いていた。しかも、政府内でも、氏族関係を色濃く反映した、人事投与や汚職が後を絶たず、国民の間には政権への不満が渦巻いていた。こうした状況の中、1969年10月15日に、 シェルマルケが暗殺されると、少々となっていたシアドバーレは、この木を逃さずにクーデターを決行する。1969年10月21日に軍がモガリシュを制圧し、11月1日に分れ自身を、議長とする最高革命評議会、スプリームレボリューショナリーカウンシル、SRC が設立される。そして、SRC は憲法を停止し、実権を掌握。 科学的社会主義路線への転換を発表して、国名をソマリア民主共和国と改めた。SRC は、文民政権期における混乱を招くことになった、氏族主義、汚職、遠古主義等の撲滅を訴えて、国民の一様の支持を取り付けることに成功した。なお、シェルマルケを暗殺した犯人は、側近の警備員であり、当時礼遇されていた氏族の出身者であった。 その背後にシアド・バーレがいたのではないかという説は今なお根強い。クーデター直後のシアド・バーレは意欲に満ちた改革者であった。彼は科学的社会主義の名のもとに銀行の国有化、農業、牧畜の重視、ソマリ語のラテン表記の導入、男女平等の推進と女の組織化などの国の近代化と中央集権化を強力に推し進めた。しかし、あまりにも 急進的で、部族社会の伝統や地域事情を考慮しないそれらの改革は、大半が失敗し、ソマリアの社会に混乱を招くだけの結果に終わる。数年の間に何度かのクーデターや暗殺未遂事件もあったこともあり、思い通りにいかない改革に苛立ったシアドバーレは、やがて再疑心を肥大させ、権力欲のみの暴君へと変貌を遂げていく。治安局や、 治安裁判所を設立して法律の訓練を受けていない軍人による司法活動を正当化すると1975年に新しい民法の導入に反対する抗議行動を起き個体スラム教の指導者10名を処刑1976年にソマリ社会主義革命党 SRSP を設立し自ら議長に収まって一党独裁体制を築き上げた 根絶を誓ったはずの援護主義も復活し、政治、経済、軍隊の重要ポストを、MOD、マレハン族、オガデン族、ダルバハンテ族が独占する。こうした露骨な優遇政策は当然、他氏族の反発を招き、シアド・バーレに対する不信と、ソマリア国内の各氏族間の不和が醸成されていくことになった。1977年から1978年に、 かけて、エチオピアで行われたオガゲン戦争でソマリアは敗北する。また、シアドバーレは、この戦争でエチオピア側についたソ連とキューバの軍事、顧問団を追放して、東側もろと断交し、共産圏では、ソ連と敵対してた中国とニコライ・チャウシスク政権のルーマニアのみ国交を維持した。また、アラブ連盟に加盟して、エジプトやサウジアラビアなどのと呼ばれる。 シンベアライスラム諸国とアメリカや旧宗主国のイタリアのような西側諸国からも軍事援助を受け同時期に起きたルフトハンザ航空181便ハイジャック事件では西ドイツの GSG-9 やイギリスの SAS と連携してパレスチナ解放人民戦線 PFLP の犯行グループを撃退した1980年には米軍に ベルベラ港とベルベラ空軍基地の使用許可、その見返りとして5300万ドルの経済援助と4000万ドルの軍事援助を取り付けるなど、権力維持のためなら何でも利用する無摂操作を見せるようになる。オガゲン戦争の敗北と前後して、エチオピア領内の多数のソマリ族難民がソマリアに流入し、国内に大混乱を引き起こした。敗戦で、 シアドバーレの権威は失墜しており、反対派を自身の能力で従わせることが難しくなった。彼は1986年に遭遇した交通事故による健康の悪化も手伝い、ますます軍に頼った力づくの統治を進めるようになっていった。国内ではシアドバーレの打倒を目指す機運が高まった。礼遇されてきたマジャーキン族やイサック族が中心となって、 エチオピア領内などで、ソマリ旧性民主戦線、サマリーサルベーションディフェンスフォース、SSDF やソマリ国民運動、ソマリナショナルムーブメント、SNM などの反政府組織が次々と結成される。シアド・バーレはこれらの運動に対して容赦ない弾圧を加える。反政府組織側からの抵抗も激しく、1988年には、 イサック族の拠点都市であるハルゲーサとブラオをソマリア軍が攻撃するなど事態内戦化していった。内戦や薬病により、ソマリアの主要外貨獲得源である家畜の輸出が滞り、物品不足からインフレが進行して失敗国家となった。経済危機の進行などにより、ソマリア国内では、シアドバーで体制の打倒が叫ばれるようになっていった。 シアド・バーレは民主化を再三にわたって約束するものの実行せず自身の権力維持にこだわり続けた。1989年7月には首都モガディシュで2000人の反政府活動家を逮捕したが、それに伴う人権侵害を理由として1990年には海外からの援助が停止され、結果的にはこれが致命傷となった。 財源を失ったシアドバーレは、地方への影響力を喪失し、モガディシュ市長と揶揄されたように、もはや一地方勢力の首領でしかなかった。1990年3月には、そのモガディシュにも、反政府勢力の攻撃が始まり、5月には、首都全域に、戒厳令が発動される。そして、12月にはついに、アイリード将軍率いる統一ソまリ会議が激しい。 戦闘の末都を制圧、シアド・バーレを追放した。彼はなおも2回ほど首都奪回を企てたが失敗に終わり、結局ケニアに国外逃亡し、その後ナイジェリアに亡命した。シアド・バーレは1995年1月2日にナイジェリアのラゴスで心臓発作によって死亡する。遺体はソマリア南西部のゲド州に葬られた。彼の失脚後もソマリアは、 内戦状態が続き2012年8月には国際的に認められた正式な政府が発足しているが2017年現在も統一は実現していない。シアド・バールが敵視したイサック氏族の本拠である北部地域がソマリアからの独立を一方的に宣言し1991年6月に建国されたソマリランドや1998年7月に ソマリア北東部の士族が自治宣言宿にされたプントランドなども依然として存在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。